空母について、取材に基づいた具体的な話が新聞記事として出てきたようだね。こういった流れがあると情報開示が進むだろうし、良いことだよな。できれば納税者にもわかりやすい丁寧な説明をお願いしたいものだぜ。そうだね。さて今回はそんな海上自衛隊護衛艦空母について詳しく解説していくよ。それじゃあ行ってみよう。ゆっくりしていってね。政府の1978年昭和53年の見解を紹介するんだけど、当時の国会答弁によると、対地対艦攻撃力のある航空機を主力として搭載している攻撃型空母は保有できないが、哨戒ヘリのような対潜水艦用の航空機を運用する機能も持ち合わせている対潜空母のようなものの保有は認められるというものだったんだ。のようなものというところに、苦しさとごまかしがあるよね。バールのようなものなんて言葉を思い出してしまうよ。2019年の説明では、出雲は多機能護衛艦だけど、STOVL 機垂直短距離離着陸機バーティカルショートテイクオフ&ランディングエアクラフトを運用できるように改修しても、多機能、多目的な護衛艦であると政府は述べているみたい。つまり、どんな改修を施しても、空母ではないという政府見解なんだろうな。出雲は、インド太平洋の海域をこの夏3ヶ月半航行していて、同乗して分かった現状や、海洋進出を強める中国とせめぎ合う安全保障の最前線についての報告を紹介してみるよ。そういえば、最近は小学校高学年以上の学生用に防衛白書の内容を解説した小冊子があるらしいな。こういう副読本が登場したことに時代の変遷を感じるぜ。この小冊子の中に出雲は空母？という質問があるんだが、回答は空母には国際的な定義はありません。主に航空機の運用機能に特化した艦艇のことです。出雲型護衛艦には、航空機を運用する能力も備わっていますが、輸送や医療などの機能も備えた多機能な護衛艦で空母ではありませんと記述されているらしい。出雲は空母ではないと断定しているんだね。要するに、公式には空母という言葉は使わないってわけだ。と言っても現実に出雲型の空母化作業は進んでいるからな。そうだね。空母化は進んでいるんだけど、実際の運用に関しては課題が山積しており、これを避けることはできないんだ。まず、空母化した出雲型護衛艦と F35B 戦闘機をどういう風に組み合わせて運用していくのか、海自と空自の構想がここに至っても決定していないということで、すり合わせができていないということだろうね。次に、戦闘機の運用を誰が指揮するのかという部隊運用の根幹に関わる重要な問題にも結論は出ておらず、つまり、責任のありかが決まっていないということなんだ。一番大事なことではないかと思うが、それがまだ決まっていないとは唖然とするよな。日本人らしいとは言えるが、これでは困るぜ。国民が巻き込まれる可能性もあるんですから、最高責任者が不在というのはありえないよね。某万博のように、責任者は私ではないと逃げ回って済む問題ではないからな。さて、艦載機はずっと甲板に乗せっぱなしだと思っている方も多いのではないかな。しかし、出雲型護衛艦は戦闘機のその日の運用が終われば格納庫にしまい、翌朝格納庫から出して甲板に上げることになっているみたいだよ。びっくりするよね。時間も手間も人員もかかるだろうし、万が一の場合は、乗せっぱなしなんだろうけど、毎日出したり引っ込めたりするのも大変だと思うよ。F35B の管理者である空自は、出雲型に乗せている間は、毎日格納庫に戻さないで常時甲板上に置きっぱなしでも構わないという意向と聞くが、海上を航行する艦艇の甲板に駐機し続けた場合、腐食や塩害が心配だし、機体が傷んでしまう恐れがあり、傷んだら修理も考えなければならないわけで、逆に手間がかかることになるってことだろうな。さらにスペースの問題もあり、F35B のために、前から搭載していた哨戒ヘリの数を減らしたり、搭載しなかった場合、創設以来海自が最重視してきた対潜水艦船への能力が下がってしまう危険性が想定されるぜ。防衛省は、哨戒ヘリを乗せずに出雲型が出航するなら、哨戒用ヘリと救難用ヘリを搭載した別の護衛艦も一緒に出航させる検討を進めているみたい。出雲にお供が必要ってことだな。これについて、海自内からはただでさえ任務が多くて、船のやりくりが難しい。出雲型に必ず随伴艦艇をつけて出航することになったら、艦の回しがさらにきつくなるのは分かりきっているという声が聞こえてくるよ。当然の不満だろうな。出雲型1隻ではなく他の1隻も使われるわけだから、2隻が海自としては使用できなくなるわけで、現場を知らずに機上だけで話を進められても困ると思うぜ。空母化という言葉のイメージと実際に行われる回収内容に落差がありすぎるという話も海自幹部から聞こえているみたいだよ。実際には、甲板に戦闘機が発着艦しながら、その傍らで燃料や弾薬を補給することになる。時には部分的に解体して修理することもあるだろう。そのための設備や工具、整備員もいるはず。そうした設備や担当人員を収容するだけのスペースや部屋も作らなければならない。今の回収内容では、こういうレベルには全然足りないということらしいんだ。そもそも論だが、出雲級の開発コンセプトは守る船から守られる船へということだったそうで、そんな艦艇を護衛艦イコール駆逐艦と主張するのは無理があると思うぜ。護衛する艦ではなく護衛される艦になるということは、立場が逆になるわけで、逆なのにこうした論理が通るなら、補給艦を護衛艦と呼んだり、護衛艦を補給艦と呼んだりしても問題ないということになるよな。のようなものに続く言葉遊びだね。試験だけど、出雲型は半空母になるのではないかと思うんだ。保有している艦載機を全て搭載するのではなく、平時は4機から8機程度を乗せて、必要な時に地上基地から増派してもらうというやり方だね。もしくは艦艇上での整備は限定的なものに留め、主要任務は燃料や弾薬の補給にするということも考えられるよな。つまり完全な空母ではなく、空母の機能をある程度持った艦艇として使用するのではないかと考えられるから、使用方法に柔軟性がある艦艇と言えるかもしれないが、別の見方をすればどっちつかずの艦艇とも言えるのではないかとも感じるぜ。補給用の中継基地として半空母を使用するという戦術も考えられるかも。陸上基地から出撃して、半空母に着艦して燃料や弾薬を補充、再出撃するという手順がいけば、陸上基地から戦線への往復に比べるとパイロットの疲労は少ないだろうし、時間も節約できるはずで、精神的にも一直線に前線や戦地に赴くより、一呼吸置けるわけだから、少しは楽になるのではないかと考えられるよ。また、エアカバーを陸上機に任せ、VTOL 機バーティカルテイクオフ&ランディングエアクラフト垂直離着陸機少数を対地支援に回して、攻撃ヘリのように半空母から繰り返し出撃させるという使い方も考えられるな。ちなみにエアカバーとは陸軍または海軍活動の間、敵機からの攻撃の予防をする軍用機の使用を意味するそうで、自軍の防御のことだろうな。VTOL 機は滑走しないで垂直に離着陸できる航空機だから、スペースに余裕のない艦艇では重宝される機体となっているぜ。様々な兵装海空時の空中給油機や、電子戦機、早期警戒機、無人機などの装備体系が増え、空母の運用戦術も変わってくるだろうし、条件の異なる他国の真似をする必要はないよね。日本の国土に合ったやり方を考えてほしいと思うよ。それじゃあ今回はこの辺で、よかったら、チャンネル登録してね。